からバン乗って空港帰ります。首里顔どうでしたか？振り返ってみると2泊3日あっという間に過ぎ去りましたね。なんなら予定してたサーフィンもヨガもケーブも何もできていませんが、すごくいい旅でした。確かに確かにね。その通りですよね。何もできてない。でもまあ引き寄せたり引き寄せられたりで、こうネイキッドビーチと言われる砂しかないそういうような島も行けましたし、まあ、途中仲間が携帯をなくしたりいろいろありましたが、トータルして考えるとすごくいい旅でしたね。ナンパばっかりしてましたけど、電話番号ゲットできましたか？電話番号はゲットできたのかもしれないですけど、酔っ払いすぎて誰の番号かわからないまま、とりあえず番号はあります。やっぱ最低だな